サーベイヤー6号はアメリカ合衆国のサーベイヤー計画の6機目の月着陸探査機。1967年11月7日に打ち上げられ、11月10日に中央の入り江に着陸した。合計で3万27枚の画像を地球に送信している。サーベイヤー6号はサーベイヤー計画の6機目であり、この計画で月面に何着陸した4機目の機体である。 着陸後の画像取得、月面土壌中の化学元素の存在量の調査、タッチダウンダイナミクスデータの取得、温度とレーダー反射率のデータの取得、バーニャーエンジンの侵食実験などが行われた。サーベイヤー5号と基本的には同じ構成で必要とされる光学装置に加え、テレビカメラ、小型の磁石付けの着陸脚アルフ α 散段分析機等も同じであった。 1967年11月10日に月面に到達した。到達位置は月面座標で北緯0.49度、成形に4 0度、中央の入江近郊であった。計画していた目標はすべて完遂した。このミッションの成功にでアポロ計画に必要とされたサーベイヤー計画の責務は果たされた。1967年11月24日に、 最初の月の夜を迎え、12月14日にも更新はできたものの、利用できるデータは得られなかった。月面土壌の探査は、写真とアルファ粒子の背景散乱を利用した分析器を利用して行われた。同様のアルファプロトン x 線分光計は、火星での探査にも利用された。11月17日10時32分に、宇宙技術テストとして、サーベイヤー6号のエンジンは、 再起動されて2.5秒点火した。これによって150リッター BF の力が得られ、月面からおおよそ4メートル浮かび上がった。西に2.5メートル移動した後、サイド付きに軟着陸した。宇宙機は正常に機能し続けた。月面への噴射とテレビカメラはほぼ5号と同じ、構成であったが、カラーフィルターが変更フィルターに変えられていた。 変光フィルターは月面によって散乱した光の直線変光成分を測定し検出するアナライザーとして使われた。月面に着陸後、再着陸の間も含めて1967年11月24日に一度目の夜を迎えるまでに29,914の画像を取得した。アルファ散乱表面分析機は月面の主要元素の存在量を直接 測定するために設計された。6機のアルファ線源からのアルファ線を均等に照射するために装置の底に直径 100mm の穴が開いており、ここに2つの平行で独立した家電粒子検出器とサンプル台があった。家電粒子検出器は月面からのアルファ粒子のエネルギースペクトルを検出する2つのセンサー。 月面の物質によって生成された陽子のエネルギースペクトルを検出する4機のセンサー等があった。各検出機アセンブリは箱分析機に接続されていた。デジタル電子装置類は宇宙機のコンパートメント上にあり、実験が行われるたびに継続的に地球に信号を送信していた。月面資料ののスペクトルには水素、 ヘリウム、リチウムを除くすべての主だった元素の量の情報が含まれていた。キュリウムはコリメーターフィルムで集められ、センサーヘッドの内部底面の金メッキによって散乱された。これは徐々にバックグラウンドが増加し重い元素の感度技術が減少する原因となった。一機の陽子検知器はノイズが発生していたため運用を二日目に消されることになった。 分析機によって11月11日から11月24日までに合計43時間のデータが得られた。最後のデータは月の日没の4時間前に取られた。しかしながら11月17日に2度目の離陸ではネタ後、センサーヘッドはひっくり返っていた。測定は太陽からの陽子と宇宙船の情報を得るために続けられた。このため、 月面物質の化学分析目的のデータは運用開始後の30時間で得られたものである。このうち27時間と44分のデータはノイズがない状態であった。サーベイヤー6号は月の表面から打ち上げられた最初のロケットとなりパサデナのジェット推進研究所がモニターした。液体燃料のバーニアエンジンによってその動力を得て3メートルほど 最初の着陸地点から移動した。ありがとうございます。